今日は言葉でも歌でも音楽でも一番にありがとう様を伝えたくて、ちょっとだけ久しぶりに歌ってみました。改めて皆さん本当にありがとう様です。コロナ禍になってみんなとなかなか会うことができなくなって、だけれどなんか試行錯誤しながらもね、やっぱり音楽でみんなと一緒につながっていたいなと思って、これまでも大切な場所だった YouTube を通じて日々過ごしたりしていました。そこで生まれたのが38ムービーでした。今日は途中38ムービーコーナーもあったの覚えてるかな。ありがとうございます。そしてこれまでにみんながいたから作れた曲、みんながいたから歌えた曲、これまでのオリジナル曲も聴いていただきたくてセットリストに入れました。そして1年半経ってしまっているけれども、これはあ、そして29歳の2日前の6月27日だけれども、これはメジャーデビュー記念コンサートです。これをようやくみんなに直接お話できるなと思いまして、古今歌集フューチャートラックスベストからもたくさん歌いました。いわば今日のコンサートは朝倉さやの歴史をたどってきたコンサートみたいなものだったりします。そうな、ありがとうございます。みんな今日ね来るのどうしようかなって思いながらも来てくれた人もいると思うし、本当は来たかったけど今日はお家で見ますって生配信を見てくれている人もいて、でも私はどっちを選んでくれた人も大好きで感謝の気持ちでいっぱいです。会場は横浜一つのはずだったのに、世界に今日は会場があるっていうことなんですよ。ね、だから今日どこにいる人も、もしかしたらアーカイブでこれを見てくれる人もね、この数日後いるかもしれないんだけれど、本当にみんなに同じようにありがとう様を今日伝えたかったです。そして来てくれて見てくれてありがとう様もそうだけど、今日まで元気でいてくれてありがとう様です。みんな自分に大きな拍手を。いがったです、みんなに会えて本当にいがったです。これからもまだね、コロナも油断できないし、コロナ禍以外でもいろんなことがあると思うけれど、対策できることは一生懸命対策しながら未来を向いて進んでいきましょう。一緒に歩んでいきましょう。
そうもすねっけみでな出来事の連続ないだてないだて涙ねぐならねくてもう光さすごとねえと思ってけ真っ暗な毎日もあけだけどどだな時も励まされてきたそばさたくさんの愛忘れねえぜありがとうさ